一人でグランプリ 150cc、 さてあとはサンダーカップ。とりあえずこれでリメイクコースいけるかな。まずはチクタクロック。おじいさんと一緒にチクタクチクタク今、ま、ああ余計なことしてるから思いっきり失敗しちゃった。おりゃ今はもうね動きまくりだよ。あやべ、あれには近寄りたくないな。よし、一気に来たぜ。と微妙だなバナナストリプルは。まあいいか。あやべ、インに行き過ぎた。おラッキー、1位に赤いく。お2位も勝手に。そして俺に来ているやつは何か知らんが消滅した。まさに俺のためにいろいろあったと言っても過言ではない。かわしていくからのイン、可能な限りインを攻めて早めに降りてジャンプジャンプ失敗ジャンプジャンプ。これショートカットで切るタイミングだけど、むちゃはダメだね。加速、意外に大丈夫だったな。さあ3周目だ。割とひどいのに今回来ない。左に抜けとこう。正面だな。で2個目のプレートぐらいになって、またこいんか。ちょっと最後は坊主が良かったな。次に行こう。よし、もうまずは問題なし。残り3つ。パックンスライダー GO! オウチ、これが重量級かい。このステージはアイテムが多いからできるだけ使いながら。ああ、アイテムに頼りながら行く方が、こんなもん早いうちからってもしょうがねえんだって。あだけどこれこの後少しないでアイテムないから持っとくべきだったな。多分追いつけるだろう。コースコース、あー取れなかったのは痛い。行く、まだ前いるし。よし、トップ。あっちゃった。バナナなんて持っててもしょうがねえ。あ、なんか知らんが植物してる。
ここに入るときにちょっと余裕のアイテムをキープしておきたいんだよな。ちょっと大外回ろうか。何プレートに乗ろうとしたら下から出てきていた。まさかの嫌な位置にコインを残しておいたおかげですぐにリカバリー。バナだ。ちょっとね3周目だから安定のために防御アイテムとして買っとこう。結構来てるし割と近い。あー危ねえ危ねえ。よしこれで2つ目、あと2つ。グラグラ火山、やっぱグラグラ火山は3周目のちょっとコースのライン取りが厳しい。ちょっと遅かった。まあこれぐらいならマナーが空いてます。いつ起きるか。おっわし読んでた。それは読んでた。インからのコイン取りのさらにインで逆取り直撃。うわダッシュ、あやべダーツに突っ込んでしまった。明らかにここは下行った方が早い。ドリフトのジャンプ、これを全部決めるとかなり速かった。バナナはゴールに使おうかな。よっしゃ、ダッシュプレートドリフト。お誰かに当たったらしい。おラッキー、ちょうど消えてくれた。後ろの方に見えてるな。お若いとっか。オッケー赤だ。逆襲にも使える。トゲゾウを食らった後に抜かれた瞬間に打つっていうのも一つの手だけど、団子状態で来られたらどうしようもないんだよな。ジャンプ。ここからダッシュドリフト開始。ウィンターボイ1回目、ウィンターボ2回目になってね。かけとリカバリーの方優先した。よし、よし、ラストステージ、ロキョンレインボーロード。ここは1位が圧倒的に有利。常に1位を目指す。あーダメだ。あ、圧倒的に1位。あ、やっちゃった。
っとなんとかなんとかなんとか、ナイスバカ野郎が、防御は忘れずに、2位以下で勝手に戦ってくれるとすっげえ楽なんだけど、ブーメランかコインが1枚しかないのか不安だ。このコインよりはバナナとかの防御法がの方がまだいいんだよな。セリックストリーム、またコイン、俺もしかして、あ、よかった俺じゃなかった。よし、コインも一気に10枚、防御防御きた、メイン立てきた、これでかする。あとはこのカーブを乗り切って、でここのプレートは結びやすいからもう一個で我慢、いったな、よし、2位以下は混戦であった。よーし、とりあえずレトロのリメイクの方はパーフェクト。さあどこだ、あーやっぱレンボーロードっすか。なんかこの最後のハイライトは最終コース選ばれること多いよなっていう。まあ、当然最後は甲羅を置いていく、甲羅を置いていくスタイル。コングラチュエーション。つうわけでこれで一応リメイクコースの方はパーフェクト。